皆さん、こんばんは。マーティン・ダイムの役は金田です。モバイルデバイス管理、いろいろあります。やはり情報の漏洩ですね。はい。いろいろ集中管理してますね。はい。アプリケーション、デバイス、ネットワーク、コンテンツ、データ。はい。あとは、まあ、そうですね。ネットワーク、コンテンツ、いろいろありますけどもね。パターンによって。まあ、盗難、なりすまし、不正アクセス。これ、情報でも勉強になりましたね。はい。いろいろセルフによってですね。はい。危険性、ダウンロードには十分気をつけてください。パスワードの変更も気をつけてください。はい。誕生日はダメです。あとはいろいろ。安心に使うための方法はいろいろ。利用の定着が大事。やはり無効化ですね。はい。あとはまあ、そうですね。きめ細かい丁寧さが大事。やはり使い勝手があるので気をつけてください。やはり一方通行が双方向へ変わります。常識外れはいけませんね。ただし、安全はやっぱり第一でございます。というわけで、タブレット危険にならない方法でした。バイバーイ。